皆さんお疲れ様です。ジュミライトです。ライトフィートダンスでパフォーマンスをしたり、ライトフィートヒルズというイベントをやったり、社会活動、ライトフィートは世界を救うキャンペーンをやったりしています。僕がライトフィートの世界で見てきたことをただただ喋るというコンテンツなんですけれども、本日はあれですね、僕のインスタグラムの方のストーリーに上げさせていただいた、えー、お悩み相談室コーナーに寄せられた、えー、と質問に対する回答の回をラジオでお送りしたいと思います。多分これ聞いてる人たちの役にも立つと思うので、えー、とぜひ最後まで聞いてみてください。 さて今回はサイト .0303HTS さんから寄せられたこんなお悩み将来の夢を叶えることにおいて今からやっておいて損はないことなどはありますかっていう質問の内容に関する回答ですえーと早速回答しますがもう一言で終わります行動して行動力をつけて行動して今すぐ もうこれしかありません。<laughs> でもでもなんで行動力が必要な,のなんだろうね。一言で何で終わっちゃうんだろうね。さあそこに対して、えー、っとこの説明をしていくので最後まで聞いて頑張ってみてね。よろしくお願いします。さあ何で今現代私たちが生きてるこの中で行動力が大事なのかっていうことに対して説明をしていくけれどもどうしてもこの現代でなくてはならない存在ってものが今もう生まれています。それは何かっていうとこの3つ。 インターネット、スマホ、SNS。これ、あの、僕たちの生活に対して、とっても影響力が大きいものなの。なんでかっていうと、レッスンの情報、どこで手に入れたワークショップ、どこで取りあの手に入れたその情報。そして、あなたが好きなあの海外のダンサーが、今どうやらバズってるらしいとか、今どうやらすごい勢いに乗ってるらしいっていうのって、どこから仕入れたインターネット、スマホ、SNS なんです。 だから、この現代において、そんな情報がすぐわかる、インターネット、SNS、えー、とスマホから手に入れられる、この情報っていうのは何なのかっていうことを説明つけるね。情報っていうのは、もう民主化されてるの。あれでね、民主化って言葉わかんないか。えっ、ー、と、民主化っていうのは、 ええともう言うたらどこにいてもどこの誰でもあろうがトランプ大統領であろうがえっと言うたら僕の一番下の弟小学生なんですけれども小僕のその弟の小学生であろうがあなたのおじいちゃんやおばあちゃんであろうがママパパであろうがもう民主化されてしまって 同じその情報にもうアクセスできるようになったの。言うたらその情報っていうのはもう誰もが等しく同じ情報を手に入れられる時代になったの。それが民主化っていうの。分かったこれをちゃんと覚えておいてください。つまりちょっと大人のことまで言ってしまうと。 そのインサイダー情報っていうのはうんとそうだな裏でなんかちょっとこそこそ、えー、と誰もね、あのー、この情報を誰にも伝えないで裏でいろいろ操作してちょっとズルしちゃおうぜみたいなだからそういうことってもうできないじゃん。 だって、みんな iPhone 持ってて、みんなインスタグラムや Facebook や Twitter や TikTok やなんでも持ってて、YouTube も持ってて、みんな見てて、で、しかももうインターネットに制限ってなくて、誰もがどこ,でどこでも誰でもが、同じ情報を手に入れられる時代なのよ。だからもう隠すことなんてできないの。だから極端な話、あなたが持ってる、私しか絶対知らないだろうなって思ってる、あなたのその情報って、もう誰でもアクセスできるから、全く意味ないよって話なの。 だから情報というものにもう価値は全くないの。はっきり言うよ1円も価値ないんです。これ覚えておいてねつまりそんな現代においてね例えば人と隣のあの子とそしてあの有名人と差をつけるとしたらもうとにかく行動しかないいいもう一回言うよトランプ大統領だってめちゃくちゃお金持ってるよね で、言うたら僕の弟ってバイトもしてないしできないし働けないからお金全然持ってないよね。あなたのおじいちゃんおばあちゃん、そしてママパパ、そしてあなた自身がそんな大金持ちの人とね、差をつけるとしたら行動力しかない。意味わかる行動って誰でもできるんだよ。わかるどんなにお金持ってても行動しなきゃ何も生まれないわけ。わかります でも、今、この現代において、みんなが同じ情報、次これやったら、次これやってみようか、どんなふうなことを生んでみようか、全部発信できるんだよ。ってことを考えたら、発信しないで行動しない人よりも、発信して行動しまくって、それをどんどん人に伝えてる人の方が、全然強いってことよ。だからもう、とにかく行動力しかないの。とにかくやってみる。もう、ジャスト・ドゥイットですよ。もう、ナイキがずっと前から言ってるじゃない。いいもう一回、ブワーって言います。 難しい言葉も並べますけど、よく聞いてください。大人の人向け、そして子供の人もよく分かってください。行動力をつけろ。いい情報の民主化によって何が変わったのか。どこにいてもどこの誰であろうが。トランプ大統領であろうが。小学生であろうが。誰もが等しく同じ情報にアクセスできるようになり。誰もが同じ情報を手に入れられる時代になっています。とっくに。 つまり、えー、隠れた情報、そしてインサイダー情報みたいなのも実質なくなってきていて、情報というものに価値は全くなくなったんです。つまり、そんな現代において、人と差をつけるとしたら、もう行動力しかないんです。とにかくやってみる。just do it です。もう何回も言います。いいですか失敗を恐れないでください。だって失敗も行動ですから。いい失敗を恐れてやらない方の方がダメです。 やららないいでおいたら将来の役に全く立ちませんだから質問者さんっていうか相談者さんみたいに将来の夢を叶えることにおいて今からやっておいて損はないことは行動をし続けること成功しても失敗しても今行動し続けることしかないです頑張ってみてください さて、僕、ジミライトは、えっ、ー、と、ライトフィートドームというオンラインサロンを、えー、と運営しております。ここでは、あなたのやりたいっていうところも応援して、あなたのやれないっていうところも応援できる場所です。えっ、ー、と、僕がいつもですね、こうやって、あの、インスタグラムストーリーの方の相談の回答ですね、しておりますけど、こういう話って実はもう結構何ヶ月も前に話した結構古臭いアドバイスなんですよ。でも、えっ、ー、と、そんなオンラインサロン、えっ、ー、と、ライトフィートドームに関しては、えっ、ー、と、こういったお悩み相談だったりとか、将来の役に立つ方法っていうのを、最新、最強系で、 いつも毎日更新しております。えー、あなたもオンラインサロンライトフィートドーム、ライトフィートじゃなくてもいいので、えっ、ー、と、入りたいな、気になるなと思った方は、ぜひぜひ僕のプロフィール欄の方からですね、えっ、ー、と、インスタグラムのプロフィール欄の方から飛んでいきまし,いただきまして、えっ、ー、と、ページの方から入会できますので、ぜひぜひ、あの、入ってみてください。えっ、ー、と、ジュミライトでした。皆さん、えっ、ー、と、良い一日をありがとうございます。